どうも、なおちんです。海賊無双4をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はロジャーの検証をしていきたいと思います。俺は死なねえで。コメントでもらったんですけども、ロジャーの覇気をまとう攻撃がありますよね。あれに覇王の力が乗るらしいんですよ。まあこれが乗るんであれば絶対つけた方がいいですよね。まあ本当に乗るのかちょっと検証してみます。それではまずはですね、スキル地上攻撃強化、これだけを入れてます。覇王の力は入れてません。で、本気バーストをして、通常攻撃5段階を入れてみようと思います。これも一応覇気まとうからね。さあ、どれぐらいいくか見ます。はい、これが覇王の力なしですね。覇王の力なしでこれだけのダメージを与えることができました。では次、覇王の力入れてみましょう。変わるのかい。それではですね、続いて覇王の力入れてます。さっきと同じく本気バーストをして通常攻撃5段目まで入れてみましょう。変わるのかい。変わったらむちゃくちゃ強い。でも通常攻撃は変わらん気もするんだよね。どうでしょう。いきます。変わらんね。通常攻撃は変わらないっぽいですね。通常攻撃では変わりませんでした。なので次はカムサリを打ってみましょう。スキル、まずは地上攻撃強化、これだけですね。さすがにこれだったら変わるのか、もしくは覇王色の覇気のみ変わるのか、どうでしょう。いきます。おーおー、こんぐらいね。はいはいはい、まあまあこれぐらいのダメージでしょう。じゃあ次スキルを入れてみます。では次スキル覇王の力入れてます。同じくカムサリ入れてみましょう。どうだ。結構変わってくれれば嬉しいけど。もう逃がさねえぞ。行きます。命取られる覚悟はできてんだろうね。お、変わった。うるせえ、お前ダメージ変わった。あ、なるほど。覇王色の覇気だけではなく他の特殊技もダメージ上がるっぽいね。それではもう一つ検証ですね。チャージ攻撃でもダメージが上がるのか、それを検証してみようと思います。普通にするとちょっとダメージが見えにくいので、このスキルを入れてます。三角攻撃強化と地上攻撃強化、獅子奮陣と小破ですね。これで、ためのチャージ1を当ててみようと思います。ぶっ飛ばしでダメージが追加で入らないようにちょっと注意しましょうね。いや難しいな。いきます。命取られる覚悟はできてんだろうな。あ、なんか最後ちょっとグッと減ったけども、まあまあまあ一ゲージの半分ぐらい減らしましたね。あー、オッケー。じゃあ次覇王の力入れてみます。それではスキルを入れてきました。さっきと同じスキルスロットプラス覇王の力ですね。ではチャージ1のため入れてみましょう。どれぐらい変わるか。特殊技だけかな変わるのは。わかんない。いきます。覚悟はできてんだろうな。あー、うん、チャージ攻撃では変わらないっぽいね。うんうん。なので特殊技だけがダメージが増えるっぽいです。いやでもこれ結構でかいと思うよ。それでは覇王の力がロジャー以外にも適用されるか見てみます。スキルは地上攻撃強化ですね。これだけを入れてます。ルフィですね、必殺技を一発入れてみましょう。まずはスキルなしですね。どれぐらいいく。いきます。おお、結構ダメージあるね。結構高いぞ。
まあまあとりあえずこれぐらいダメージがありました。覇王の力入れてみましょう。では続きまして、覇王の力入れてます。地上攻撃強化と覇王の力ですね。さあダメージは伸びるのかどうでしょうか。なんか伸びる気はする。いきます。取られる覚悟はできてんだろうな。お前こそ俺の邪魔するな。あ、伸びないよ。伸びなかった。ああーなるほど。あ、これ絶対伸びると思ったんですけども、気のせいでした。それでは検証終了です。本日の検証結果ですけども、ロジャーにスキル覇王の力をつけると、覇王色の覇気以外の技も強化されます。強くなる。なので、覇王の力は必ず、スキルスロットに入れるようにしてください。これはロジャーだけみたいですね。で、チャージ攻撃などは、攻撃力上がりませんけども、必殺技の攻撃力は確実に上がりますので、これはかなりいいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。